はい、六助です。今日は楽しい撮影でしたね、夏野さんこの天気これから、東京向け、戻ります。はい、なかなかこう僕がこう、撮影する側ってないんで、どうですか、スバル乗りの夏野さんからしてこのどうですか、原稿型レガシー、レガシーじゃない、レボーグ原稿型どうですか。いやー、アイサイトがね気持ち悪いんですよ。アイサイトが気持ち悪い、なん具体的にこのアイサイトのどこが気持ち悪いですか。ね、自動でついていくんですよ。自動追跡してみます。どうやってするんでしょう。スイッチはそうですね、まずその、オートクルーズ、そのアクティブレーンキープボタンとオートクルーズボタンを押してください。押した、はい、押しましたか、はい、そうするとですね、レーンキープは入りました。でオートクルーズスイッチを入れてください。その時計の速度計のスイッチですね、はい、でセットボタン、セットモードにしてください。すると、セットで速度で走りたい速度に合わせてください。ここ100キロ道路なんでおよそ95キロとか100キロですね、はい。でこれでは現行のアイサイトでのオートクルーズです。今85キロで前の何ですかあれ、ハイエースみたいなキャラバンですか、キャラバンに合わせて走ってますね。こう速度がだいぶ落ちてきましたが抜く、そこで抜く、はい、ここで、はい、アクセルを踏まないでも自動的に速度が上がっていきます。気持ち悪い。アクセルを踏まないでも速度が上がっていきます。はい。便利ですね。こうほぼ自動運転で、いや、現行100キロぴったりですか。100キロ規制区間で。ぴったりですね。はい。気持ち悪い。で、ハンドルが動く。はい。ハンドルが動く。いきなり何です。ハンドルが勝手に動いてますか。ハンドルが動く。いや、ある程度握っててくださいね。自動で今その車線を認識して走ってます。はい。自分のペースでこう走れないっていうような部分と。してやろう。なんか、嫌な速度に流れてますね。そうですね。で追い越すとレーンキープが一回切れて、また今度は追い越し車線側のレーンキープになると、これの繰り返しですね。はい。中央道長時トンネルを先頭に30キロ、お姉さんが喋ってますね。あ、やっぱこう連休だから八王子から混んでますね。はい、ETC2.0 が喋ってます、はい。ハンドルは一応完全なフライバイワイヤーじゃないんですよね、これね。電動アシストっていうか、まあ、電動パワーステ。電動パワーステだからこう介入が入ってるんですよ、やっぱりね。いや、確かに入るんです。いや、でも油圧ハンドルしか乗ったことがない。電動パワーステってのは気持ち悪いです。あ、確かにリニア感がないですよね。やっぱりね。手応えっていうか、そういうのがちょっと薄い感じがします。あとアクセルもあれですよね。結局そのフライバイワイヤーなんで、こうワンテンポ遅れるっていうか、こうコンピューターが考えてから加速するような感じですもんね。しかも CVT だから、なおさらワンテンポある感じがします。慣れちゃうとそんなもんかなと思ってワンテンポ遅れた操作をするんですけど。やっぱりね、はい、すみません、今普段ミッションに乗ってるんでオートマですらないんで余計ちょっとそういう感じですね。夏尾さんはその BP でしたっけ、 BP5 の、マニュアル車に乗られているんで、はい、グランドツーリング楽しいですね。グランドツーリング天気いいですね今日ね。いや、天気が悪くても走るんだ、グランドツーリング。天気が悪くても走るからグランドツーリングですね。もうどこでも行く、4区でどこへでも行くとそれがスバリスト的行グランドツーリングっていうね、はい、いや、今日の撮影も楽しかったな。今度日田彦とか BP5 で行きたいですね。日田彦旧大戦、いや、カッパ、人のことカッパカッパって言うんで楽しまるとかね。次回の撮影対決は、
北部九州で行います。マジですか。時間ちょっとなんかここに今言うなんか凄まじいこう大体これで守られるんですよねこの企画ってね。北部九州ですか。来年のゴールデンウィークゴールデンウィークは北部九州でゴールデンウィークじゃなくてじゃあ休み取れたらじゃあ取れたらじゃあ九州まで飛びますよ。飛行機早いですよね。飛行機でね。こんな中央道でね東京まで行ってる間に九州着きますからね。いやー楽しそうだね。北飛行爆発組切り一泊二日でだったら、はい、中央道なんですか飛行機の便さえうまく当たれば。なんか向こうで行動できる日を1日作れば大丈夫できる日に行けますか。あーなんかこうね入ってくるだけで午前中と出るだけでこう作れると思う。はいはい。なんかできればね3泊2泊2日みたいな予定があると思う。3連休取れる3連休どこかで取れると思うんでそれで中日に突入すれば大丈夫ですよね。大丈夫ですよね。大丈夫ですよね。楽しい楽しいシルバーウィーク渋滞が始まってますがうんざりなんだよこれから東京まで帰るの。すごい雨です。アイサイトがオフになりました。カメラが引かなくなると今アイサイトが強制的にオフになりました。うわこれはすごい雨だな。こういう路面状況下ではちゃんと目視して走りなさいってことですね。いやどういう状況下でも目視しては走るんですがハンドルが取られる。レーンキープも奥になってますからね。さっきも話してたんですけどこの電動のなんですかねこの手応えがない、うん、あんまりこう手元に接地感が伝わってこない、うん、フィーリングっていうのはこういう時ちょっとこう怖い感じします。その今介入が終わった段階でですね。はい、はいはい、諏訪南インター降りますよこれ、はい、これ撮影地どうなんですかねこの天気で、ね、何のために諏訪まで高速で来たのか分かんねえよ。はい豪雨です。はい、カッパです。カッパ、はい、カッパを着てます。はい、ね、僕のことカッパカッパうるさいんですよねこの人ね。はい、撮影中おりますよーってね。はい、あーマジか、ちょっとアップにしろよ。せっかく服も可愛いなのに最悪な撮影だ。